リパブリックプラザ、共和大化とは、シンガポール共和国の中央地区、ラッフルズプレイスに位置する超高層ビルである。リパブリックプラザは、シンガポールの CDB である、シンガポール川沿いのダウンタウン、ラッフルズプレイスに建てられた、高さ280メートル、地上66階建ての超高層ビルである。風の抵抗を軽減するため、 上階に行くにつれて三角形の形状が変化するデザインとなっている。また耐震設計の超高層ビルとしては、同国の洗礼となった。設計は日本を代表する建築家の黒川希少、思考は清水建設。1995年に完成。同地区のランドマーク的存在の一つである。同国を代表する超高層建築でもある。1階に、 TWG の店舗とカフェを2階に上層階のテナントへの受付を地下には日本食を含む飲食店などを配置している。なお、タワー1とタワー2に分かれタワー2側の上部に駐車場を持つ。2016年にグオコタワーが完成するまで隣接するワンラッフルズプレイスユーブプラザと並んで シンガポールで最も高い超高層ビル3棟のうちの一つであった。ありがとうございます。